ってると思うんですよ。しかしあれから景気がリーマンショックの時悪くなりまして、確か自由民主党の最後の政権も景気対策で十数兆貸し出しで前増を決めてきましたし、今の予算、鳩山さんが作った予算も10兆ちょっと今日ですね、これいわゆる、まあ、昔でいう、まあ霞ヶ関の前座って広い厳格な定義があるわけじゃないんですが、特別会計から外為特会か、あるいは財政投資特別会計から10兆を持ってきて今の予算を組んでますね。ですからないといったものが2兆できたんですよ、歌の話に3年前ですから。そういった意味では工夫をね、工夫を切って、やっぱりこれは全て国民の お金ですし、何もこのお役人さんの占有物じゃございません。当たり前ですけども、国民のお金でございますし、使途は、使い道は、それは選挙で選ばれた国会が決めるっていうのは、これも当たり前ですけども、民主主義の大原則ですし、税金をお金使うか、いかに徴収するかということで、まあ、イギリスではご存知、議会としてできたんですから、まあ、そういった意味で、基本的な問題ですからね、やっぱりそんな問題、それから、まあ、国民審査の立場から言わせていただければね、非課税、無税、非課税、国債というのがございます。だいたい1400兆ぐらい、まあ、個人の金利差があるとこう言われておりますが、これフランスでね、実はアルジェリアの内乱の後ですね、フランス政府発行したことがあるんですよ。これ利子はつかないんです。しかし相続税を払うときね、一定額相続税を減免しちゃうという制度でございましてね、まあそんなことを、まあ、国民審査は前の衆議院選挙の時も公約として出しましたが、やっぱりそんな一工夫、二工夫ね、なんかもう歳入が足らない、確かに今大手な状態です。国債も多いし、歳入結果もありますし、国債も44兆ですか、出してる状態ってよくわかりますけども、まあ、だからすぐね、消費税っていう論理にはいかがなものかなってことを、私僕からも国民人口の立場でございますが、確かに NHK テレビを出させていただいたんで、そのことを申し上げました。これちょっと国民審査の副代表としての発言ではないですけど、まあ結局菅さんも感想にもですね、最後にはいずれにしても、すぐ消費税上げるんじゃないんだと、次の衆議院の総選挙の、ね、前に案を示して、確か消費税上げるってことにそう言われたというふうに総理が、まあ私も選挙ですからバタバタしてますけど、ゆっくりテレビ見る暇、新聞読む暇なかったんですが、そう言われたってことです。何も我々は審議違反をしている必要ではございませんというふうに思っています。すみません、ちょっと長くなりました。一つだけ、すみません、質問の趣旨としてはですね、今回のその総選挙で、国民新党が示した消費税増税反対というですね、公約が国民の間に必ずしもその行き渡らなかった、理解が十分に行き届かなかった、その結果として、厳しい結果が出てしまったんじゃないかなと思うんですけれども、これをどうしてこのように国民審議会の今おっしゃった主張が通らなかったのか、この辺の分析にちょっとお伺いしたかったんですが、すみません、すみません、ちょっとブドブド思いましたね。なかなか私も大きい政党だったり小さい政党だったりしましたけど、小さい政党ってなかなかね、国民に発信しますとね、まあ本当になかなか発信しえないっていうね、もどかしさがあるんですよ。まあ私も、まあ、民主党に来てもう4年目でございますが、まあね、そういうところと、やっぱし、よくそのことは理解できなくて、これはまあ、あとの実力不足でございますが、まあそういったところですね、まあ、真摯に、厳正に受け止めております。はい、どうぞ。